ははいこんにちは、えー、今日はメダカについてねやろうと思います、まあ、メダカの、えー、構造っていうのはね、えー、体ねどうなってるかっていうとね,これねエラがありますねここで呼吸してますでそして、えー、5つのひれがあります上から背びれ胸びれ腹びれ尻びれ,尻びれ尾びれ えー、これは胸びれですね。背びれですね。腹びれと尻びれと尾びれです。メスも同じです。エラ、背びれ、胸びれ、腹びれ、尻びれ、尾びれです。で、えー、オスとメスの区別の仕方、ね、ですけど、オスはね、背びれに切れ込みがあります。ね、こうやってね、切れ込みが入っています。 そして尻びれが、えー、大きい、えー、平行四辺形になってるちょっと短くなってるんだけどねで、えー、メスメスは背びれに切れ込みがありませんそして尻びれがだんだんと短くなっていきますで、えー、ちなみに、えー、この腹びれと尻びれの間から、えー、卵を産んでいくこんな感じね であともう一つの特徴はオスは比較的スラーっとしてますねでメスの方が卵を、えー、まあ,あの食べていくところ、ねえー、がありますがこの腹がちょっと膨らんでいるねふくよかな感じこれがメダカのオスとメスの区別です飼い方ですけれども水道水を使うときには1日置いて塩素を抜いてから使いましょうそして水草を入れるのを忘れないようにね 水草を入れれば光合成をして、えー、酸素を、えーまあ、取り入れることができますまたあと、まあ、卵をねか、えー、みつける場所を作ることができますメダカっていうのは、えー、もう1年の半分ぐらいは卵をずっと産んでるんですよね一回に産む量は他の魚と比べてそんな多くないんですけれども何回も何回も、えー、産んでいきます その分、えー、子孫を残しやすくなるんだよねで、えー、卵を産んだ時の注意は、えー、親とは別にしましょう、ね、食べられないようにするためです親メダカは小目高を食べてしまいますですからしばらく、えー、別にの水槽において、えー、大きくなるまで別にしましょう さああじゃあ卵,が、えー、で卵を産,、えーまあ、産んだらねもうあっという間に生、えーまあ、まれちゃうんですけど大体10日から11日で生まれてきますさあた出来たての卵ですここで「付着網」って言ってねこの付着網が、えー、あるので「付着網」卵に絡みつけることができます でえー、生まれても、えー、1時間2時間でこの肺盤というところに、えー、どん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 細胞ができてきます細かくなってきますそして2日後には、えー、メダカの、えー、原型ができてきますだんだん成長してきて、えーまあ、5日目ぐらい数日来た頃から目とか心臓とかねいろんなものが見えてきますでやがてもうこれが中に入ってんだなっていう感じになってきて 10日から11日目に卵から出てきます。卵から出てきたすぐの形です。これがメダカの、本当に卵から出てきたばかりの形ね。で、この卵黄にまだ餌が残っていますから、2、3日は餌を取らないでも生きていけるんです。この卵黄がなくなった頃に餌を取り始めます。頑張れ頑張れっていう感じになるわけです。 さあ、じゃもメダカねっ体エラ胸びれ背びれ腹びれ尻びれ尾びれですオスとメスの区別はオスは背びれに切れ込みがあり尻びれが平行四辺形の形をしているメスは背びれに切れ込みがなく尻びれにしびれがどんどん短くなっていきますそして腹が膨らんでいるのが、えー、メスの特徴です、えー、卵は腹びれと尻びれの間から出てきます飼い方 水道水は1日置いてから水草を入れましょう、ね、光合成をして酸素を水の中に送り込むためです卵を産んだら親が、えー、子どもを食べてしまいますから別々にしましょう卵の育ち方生まれて すぐに肺盤が成長し始めてだんだんと体,体ができてきて目ができて心臓ができてでそして、えー、こちらこれがそのまんま入ってるなーってすっきりはっきり見えてくるようになって生まれてきます卵黄があるために23日は餌は食べなくていい23日経ってから卵黄がなくなってから動き始めね活発に動き始めて餌を取り始めますじゃあ今日はここまでにしましょう